はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、大倉喜八郎の手形をの、ね、写真をちょっと見てみたいと思います。まあ、大実業家ですよね。渋沢栄一と一緒に、例えば帝国ホテルですとかね、製糸場などいろいろなことを手掛けた方ですね。あと、東京経済大学というのを設立しまして、人材育成にも励んだことでも知られています。この方、特徴的な二重感情線なんですね。これ2本感情線がありまして、非常に忍耐強い方が多い、粘り強く忍耐強い方が多くて、仕事運はね、結構いい方が多いですね。こういうふうに二重感情線の方っていうのは粘り強さを持ってますので、割と成功者が多いというふうに言われています。縦線もね、それなりにあるんですが、やっぱり一番特徴は二重生命線ですね。あんまり知能性は長くないですね。ということは、即断即決を比較的してきたんじゃないかというふうに思います。手もですね、手の指のところにたくさん俵状に線が入ってますので、持って生まれた金運もあるかと思いますね。手が全体に長方形型のイメージですね。ですから、比較的物事をきれいに仕上げようという気持ちが強いんじゃないかというふうに思います。こういうふうに二重、感情線の方というのは、平和な時はあんまり向かないですね。やっぱ忙しいとすごく性に合ってるという方が多いと思います。結構芸能界の方で成功されてる方も二重感情線多いんですよね。その代わりちょっと異性関係気をつけませんとね、異性運が悪いという一面も持ってると言われています。はい、ではまたアップいたします。